ディビスはアメリカ海軍の駆逐艦。サマーズ級駆逐艦の一隻艦名はチャールズ・ヘンリー・デイビスにちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。デイビスは1936年7月28日にメイン州バスのバス鉄工所で寄港した。1938年7月30日にイ、e、ーデイビスによって命名浸水し、 1938年11月9日に艦長 TD カー中佐の指揮下襲撃した。第二次世界大戦がヨーロッパで1939年9月1日に勃発するとデイビスは北大西洋での中立パトロールを命じられる。11月13日にデイビスはマサチューセッツ州ボストンを出港しテキサス州ガルベストンに向かう。 メキシコ湾で訓練演習及び紹介を行った後、1940年3月11日から1941年4月26日まで、西海岸での紹介に従事した。その後はカリブ海に戻り、紹介及び戦団護衛任務に従事する。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した後もデイビスはカリブ海での任務を継続し、 ブラジルのレシフェ沖で紹介及び戦団護衛任務を行い、しばしば合衆国南部の港から兵員及び貨物を輸送、戦団護衛を行った。1942年7月19日にデイビスは来撃を受けたイギリスのホブネグレーシャーの生存者10名を救助した。1943年12月19日にレシフェを出港し、1944年1月7日に 封鎖突破戦のブルゲンラン島を打破、1月9日にレシフェの当局に引き渡した。デイビスは1944年4月15日に航空母艦、フランクリンの護衛としてニューヨークに到着、5月14日に船団護衛任務でイギリスに向けて出航、5月25日にプリマスに到着した。6月5日、ウェールズのミルフォードヘブンを出航、途中セーヌ湾で、 ノルマンディ上陸作戦に向かう戦乱と放流した。デビスは6月7日に到着しその5日後、紹介中に敵の魚雷艇による攻撃を撃退した。イギリスのデボンポート海軍基地から戦団と共に6月21日にフランス沖に戻り、爆発により、左舷戦備部分を大きく損傷した。この爆発は嫌いによるものと考えられ、 応急修理の後2日後イギリスのポートランド島に向かった。続いて本格修理のためサウスカロライナ州チャールストンに向かい8月11日に到着した。デイビスは1944年12月26日に戦団護衛任務に復帰し1945年6月21日までにニューヨークとイギリス間を4度往復した。デイビスは7月10日に バージニア州ノーフォークに到着し、1945年10月19日に退役するまで同時に止まった。その後は1947年11月24日に売却された。デイビスは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。